バカ、起きてください。さて、どうすればバカはおとなしく起きてくれるでしょうか。おや、美人は照れていますか。子供の頃はよく抱っこ抱っことねだってくださいましたのに、どうやらお忘れのようですね。私の香りに包まれるのが大好きで、抱っこしてあげなければなかなか寝つけませんでしたよね。何が違うというのでしょう。子供の頃のあなたと今のあなたは同じ人ですよね。それとも私の香りがもう嫌いになってしまいましたか。ではまだ私の香りが好きってことですね。でしたらもっと近づいてもいいですよね。大丈夫ですよ、美人。分かっております。日は長いですし、ゆっくり仲を深めていきましょう。若様、お目覚めですか。皆さん待ってますよ。あとは若様が。若はまだまだ子供っぽいですね。まるで5歳の子供のようですよ。若様、お目覚めですか。皆さん待ってますよ。あとは若様が。またその攻撃ですか。若は懲りませんね。私が避けたからいいようなものを、そうでなければ今頃若の額は。若様、お目覚めですか。皆さん待ってますよ。あとは若様が。おや、どうやらお取り込み中のようですね。仏長少、若様のお世話はここ空想の執事である私の役目です。それなのになぜあなたはここにいるのでしょう。若様、15分が経ちましたよ。お支度でお困りなことがあれば、何なりと私にお申し付けください。若様、襟のボタンを締め忘れていらっしゃいますよ。大丈夫ではありませんでしたね。若様、職人であるお父上様は奥様と世界をめぐって何年も戻られていません。その間は若様が代理職人としてこの空想を治めています。私はそんな若様をお支えするのが任と心得ております。空想は今や数万の食玉らが暮らす極高の楽となっており、山頂には3階から毎日数千人もの客が訪れています。したがって
代理職臣である若様にはもっと自覚を持って。臣を待たせるとはどういうつもりだ。お前は随分と良いご身分のようだな。一日も早くその悪い習慣を克服しろ。さもなくばお目付け役を差し向けてやるぞ。どうやら隣に新しくできた店の開店祝いのようですね。ほう、それは実に興味深いな。職人が開いた山頂の隣に店を開くとは大した身の程知らずだな。だが志は大きいほど良いというからな。その度胸は気に入ったぞ。いいことを言うな。いやはや、実にお見事だ。慌てなくて結構。まずは自己紹介をさせていただこう。私は沿線団の管理をしている駅賀と申す。こたびは我が主の代わりにご挨拶に参った。おや、職臣である医師の子でありながら沿線団を知らないとは。だったらこの私が教えてやろう。 V 山の満天峰には巨大な石があり、カナエのような形をしていたことから沿線団と名付けられた。それは始皇帝秦の時代2年目のことだ。13人の仙人が沿線団にて宴を催し、人々にご馳走を振る舞ったのだが、宴に出た料理はどれも素晴らしい一品で、仙人たちは素晴らしい評価を得た。そしてその料理をお作りになられたのが、天上最高の料理人にして沿線団の所有者である我が主です。そうだ。だが医師は容器をたぶらかし、ジョカ様に取り入って職臣に選ばれた。でなければあんな奴に我が主が職臣の座を渡すわけがない。我が主は奴のことを実の兄弟のように思っていた。だというのに医師は主から恋人と地位を奪ったのだ。それに飽き足らず、今や容器を捨て人間を妻として、空想をこのような若造に任せているとは、なんたるざまだ。千年が過ぎ、新たな職臣を選ぶ時が来た。怠慢な意志は職臣の座にふさわしくない。今度こそ我が主が職臣の座に降臨するだろう。まずい。これは正当激正の刑だ。外に出て確かめるぞ。空想の食玉たちは格好の餌食だ。早くこやつを撃たねば。愛慶の言いたいことは理解した。食玉たちは任せた。アイケよ、チンを誰だと思っている。
その目に真の勇者をしかと焼き付けるがよい。そんなにこいつが大事か。ならば返してやる。貴様、霊力がまるで感じられないな。それも当然か。所詮凡人である人の。兄弟？医師は私のことを兄弟だとは言わないだろう。すべては私の干渉。そんなものは余興に過ぎぬ。まったく、くだらない。試作品としては多少の価値はあろう。その程度の霊力、なきに等しい。身の程をわきまえぬ凡人め。美人、ようやく目覚めましたか。大した怪我ではない。大丈夫だ。だが、凍鉄を止められなかった。チンは、負けた。そう、だな。北京ダック、大丈夫ではないでしょう。ほら、私に捕まって。もういい、十分だ。やめろ。陳の命令を聞かんか。これ以上はお前の力が尽きてしまう。このまま皆きっと食塩化してしまうだろう。そうなれば理性を失ってお前を食い殺すかもしれない。陳を人殺しの暴君にするな。それならばいっそのこと、すぐに食物語を破り、食玉と空想の契約を破棄すれば。若、落ち着いて。どうか私たちを信じてください。食物語が破れたら、私たちは記憶を失ってチリジリになるでしょう。けれど、あなたなら大丈夫です。もう一度食玉たちを集めて、空想を再建できますよ。私たちの縁は、そんな脆いものではないですよね。きっと再び、あなたは私たちを導いてくださるはず。そう、きっと、必ず。
頑張りましたね、バカ。諦めることはありませんよ。やっと、会えましたね。お久しぶりです、若。まっすぐに、美しく成長されましたね。失礼いたしました。私は、風玄と申します。いろいろありまして、私が眠りについたとき、若はまだ赤ん坊でしたから。先ほどの地震で、ようやく目が覚めました。まさか、こんな事態が生じていると。そうですね。食物語の表紙は、ジョカ様からいただいた神器の一つ。波の術では、破壊できないように作られています。他の食玉たちが食塩化したのは、無理のないことでしょう。私の魂が宿ったページは、たまたま表紙で守られたようで、そのおかげで、私は食塩化を免れました。私は千年にわたって、イス様にお仕えしていました。空想が危機に陥った今、微力ながら、この風玄にも、和歌の手助けをさせてください。私はいつだって、あなたのおそばにいますよ。もちろんです。若の、お望みのままに。